こんにちは、神崎です。お、襟がくちゃくちゃになってる。ですね、今日はですね、今ここ秋の部屋に来てます。よいしょ、よいしょ、見えるかな。秋って書いてるでしょ、秋の部屋で。はい、でここに、よいしょ、こんな形で天井から1メーターもないぐらいのところなんですけど、大型の、かなり大きいですよこれ。まあ、これがね90センチ幅なんで、僕の手を見てもらったら分かるんですけど、こんなでかいやつ。はい、まあ、ダスキンって書いてますけど、これはウイルスとかをね除菌することができるっていうプラズマクラスターの相当でかいやつです。これを設置しました。でここを、この機械がね、まあ、リモコンで、よいしょ、リモコンあるんですけど、リモコンで電源オン、スイッチオン。で、今日です。これが今日になるというね。で、今日で、どうでしょう。聞こえるかな、音が。はい、これだけ結構グワーっていう音がするんですよね。とかついてたりとかしますんでね。で、こうやってここと、ここのドアを閉めてしまうと、ここの空気、この全体の空気が、まあ、なんと、3分間で1周ぐらいするんじゃ、すると言われてる。実際に測ってるわけじゃないんであれなんだけども、この吸引力とそこの排出力ね、この回す力からすると大体3分ぐらいで空気が一巡すると。で、これ空気一巡した後はね、うるさいから止めとこう、ね、よいしょ。はい、でこの空気が一巡したら、ここで全部ここの中に入り込んで、きれいに除菌もしてくれるし、ウイルスなんかはプラズマクラスターで全部集めて全部吸収して、で取ってくれる。でホコリとかも全部ね、空気清浄機なんで全部ホコリも取れるようになってますから、ものすごくクリーンな部屋になります。ここがね、かなり除菌室に、除菌室っていう名前にはなるんだけども、日本語で言うとクリーンルームということで、ここの部屋が活用していきたいと思ってます。ということでね、ダスキンからこうつけていただきましたんで、除菌をするための超大型本当にかなり大型です。でダスキンですから、常にねここで交換して、フィルターもねきれいに常にしてもらえるということですんで、安心して見なってくださいということで、クリーンルームの設置、もう一つね実はあるんでね、こっちにね、あそこの配管から立ち上げないといけないんだけどね。あそこの丸いところ、わかるかな？こいつが立ち上げるクリーンルームのね、もう一つの装置を入れようかなと思ってます。ということで、クリーンルーム今一生懸命作ってますというお話でした。それじゃあまた。